ったんですか。はい、かぐみやさん第3弾で超ミニですよね、これ ね超ミニ盆栽を作っていくということで、この盆栽を作っていく途中でいいんですかね、これが、うん、途中の曲げたというところで最終的にはこんなような形 で、ね、はい、これ何センチですかね、これで 4センチぐらいに仕上げると、うん、ついに5センチを切ったっていうのをこれでやっていただくということですね。本当差し切ってすぐぐらいの、うん、そうだね、大きさですよね、1年とか、うんうん、じゃあ切ってみますか早速まずこの辺足元が枝数が多いんで、はい、ちょっと整理します。足元取るんですね、ちょっと針金かけづらそうですね、うん、こういうあれですね、ポットで刺してもらえるとで作れないんですよね。確かそうですね、私みたいに土鉢に適当にいっぱい入れちゃうと切ったら刺し切ったら切ったら刺し切ってやってると、うん、いつ刺したか分かんないですもんね、まあ、刺しつくかもしれないけどもその後の作業ができない、ね、こういう一本刺しっていうのは意外とさ、俺は難しいと思うの、うんうん、それよりプランターみたいのに無防備にここに刺してるのが、はい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 、結構芽が出やすい状態なんでね。ああ、ですかね、はい、だからそのうちの環境だと思うんでね、ちなみに今気づきましたけど、小宮さんのハサミが針金切りだと思います。これだ、兼用ですよね。このハサミは何十年って使ってるけど、はいはいはい、これが一番いいんだね、うん、で今まではこういうハサミ使ったけど、うんうん、これ使い始めて針金もすぐ切れる、はいはい、そうですよね、枝もすぐこれで1本で対応できるっていうことで、はいはい、それは針金切りを削ったりとかしてるんですか、そのまま買ってそのまま使ってる感じですか。そうそうそう、どちらのやつですか。これね、種芯とかなんとかってね、種芯ですか、うん、下行けば去年暮れに買ってきた箱ごとまだ、あの、じゃあ種芯さん、うん、持っているけど、うん、これはいいよね、重宝してる、うん、これでざっと枝抜き、不要な葉を、はい、抜いたところです。足元の目張りの確認ですね。挿し木1年目だから大した足元にはなってない。1.5 ぐらいですか。そうです。このサイズやるのにも場所ピンチで。うん、もうむしろこのぐらいの細い木はラッチペン使わないと無理だね。閉まらないってことですか。そういうことだね。閉まらないし、かけられない。やっぱりまっすぐのストレートの方がやりやすい。いや、うん、全然、ね、全然描きやすいよね。曲がってるとやりづらいですか。うん、人によるってことはないですか、その直線が曲がってるかは。いやないと思うよ。直線の方が力入りますもんね。うん、一回使ったけどさ、あんまり針金が幹にしっかり巻けなかったから。いいじゃないですか。これはこれだ、めっちゃいいです、これは。これはそっちから入りそうです。でも太いのは無理なんですけど、これだはすごく、うん、操作しやすい、うん、これだけの細いね、だからラジオペンチで、うん、結構ラジオペンチも大きいですからね、これ、うん、だからもう何がなんでも隙間開けないぞって感じですよね本当に先端まですごい。これで一応針金、ね、掛けが終了、はい、これはもう幹だけですね。もうこの幹にかけるってことはちょっと難しいんで、これだわね、うん、はいはい、とこれこの芯を模様に振った状態で今回は終わろうかと思います、はいはい、これ結構そこまでなんだろう、きつくないじゃないですか、さっきのやつほど曲げ方です。曲げ方、こっちの、こっちのやつらほどきつくはないじゃないですか、うん、こっからまた曲げてこうするってこと。そういうことだね。ギュッと絞ってってことですか、うん。何年目でしたっけ。ん、初心1年、うん、あ、まあ、初心者の人はこういうふうにお金かからない素材をあれして、うん、あるいは友達が選定したのをもらって刺して、うんうん、自分で作るっていうことが可能かなと思う、うん、変な話、豆鉢の方が高そうなの。うん、鉢の方が、うん、鉢の方が全然高いね。
やっぱりでも幹を一回下に下ろしてから上に上げてみたいな、うん、っていうのは結局これがほら長いじゃない、はい、これ下で止めちゃうとこの方に走っちゃうからさ、うんうん、まあ途中で切ればいいんだけど少しここのところで何ていうの束ねるっていう感じで、うん、で幹も太く見える、太みをね出すとか、まあ俺はよくわかんないんだけどさ、いやいやもうこれね、それでこのこれが先端だったんだよね、あそうですね、でこれをあれ最後には枝に持ってきたわけ、ああでこれで頭作る、ね、そんでこれで頭作っちゃう、はいはい、さっきのもそうでしたね、うん、ほとんど俺のやり方はそういうやり方なんでね、まあ人によって違うと思うけど。あれ芯で頭作るとやっぱり大きくなっちゃうんだよね。ああそうですね、そうですね。だから途中横を振ったところでこういう頭立ってくれればさ、はい、それをあの芯にしちゃうの。はい。いいですね。これだったら小枝かけないで幹のね針金だけで、そうそう。なんか枝もそれにあちこちこう、うん、バランス考えながらできちゃうところですよね。ほんで曲げると自然にほら枝が振れる振る、あそうそうそうね、振れるからさ、そういうところは楽だよね。そうですね。小さい針金かけていらないから、うん、メガネもいらないんです。あメガネもいらない。メガネもいらない。本当だ。ちなみにこれで今何年ですか。これだと曲げてまだ3ヶ月ぐらい。段階からこっちになるまで。こっちになるまでだとやっぱり3年ぐらいかかっちゃうよ。太さ的に、ね、3年ぐらい。でこれがこの太さになればこんな感じってことですか、ね、そういうことだよね。いい選択を作り方なんか見えてきた気がします、ね、見えてきますよね、ここまで1段階作っておくと、あと楽なんだよね。ね、ほんで今度葉がどん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 伸びてくるからさ、そうしたら枝の振りをもう少し考え、はいはいはい、考えるとかね、針金かけないで頭できちゃったってことですよね、これ、うん、ね、そうですね、でこれが本当もともとの頭ってことですね、うんうん、だからこのぐらいのでこのように針金かけて当時園なんかのお祭りの時に置けば、結構そうすると思うよ、出ますよね、可愛いっつって、うん、これでもやる人めっちゃ多いと思います、動画見てできますね、これ ねこれはで真似できますからね、やってみたって言ってね、ってツイッターで。太いなきゃっていうのは抵抗ある人とか、うん、力不足な人、うん、私とかは道具ないと無理ですけど、なるほど、ちっちゃいうちだったら、ね、これなら今20分かかってないです、ね、うん、そんな感じでできるし、ほんで小枝にあの針金かけなくてもさ、あの振りながら芯を持ってこられる、そうですね、あえて芯を俺これをっていうわけじゃないけど、かけてる最中に芯ができたなっていう感じ、まあ、多分そうなんですよね、うん、やりながら考えてできちゃったってことですね、うん、まあ今ではできちゃった子みたいなもんで、できちゃった子だよ、全然話が違う、じゃこれはもうこれで終わり、これで終わりだね、素晴らしい、はい、いいですか、これで、はい、お金もかかんないしさ、うん、宣伝すれば結構人口を見つけ、増えますよ、うん、やりやすいですから、うん、誰でもできるっていう感じでさ、はい、でもイメージはこういう風にできるんだっていう感じは、なかなかね、分かんなきゃできないですよね、こういうサイズで作るっていう発想はあんまない、こういう畳み込み作るってどなたかがやってらっしゃるんですか、それとも川宮さんがもう思いついて、うん、昔ね、盆栽世界に残ってたんだよね、こういう作り方ですか、うん、長野の方のなんていう人だか忘れちゃったけど、もう亡くなったみたいなんでね、そんで、ああ面白い作りだなと思って、こういう小さいやつをですか、いや、大きい、あ大きいやつで、うん、みんなこのぐらいの、それを小さいのにやってみると面白いんじゃないかなと思って、ね、盆栽世界さんもね、結構昔ですよね、それきっかけ、うん、もうだいぶ昔ですよね、車さんがほら庭でこのぐらいの焼き締めの鉢に入ってたき、はいはい、上が畳んであるやつ、はいはい、ありましたね、あれが8年10年ぐらいかかると思う、あ、はいはい、かかってると思う、はい、言われてましたね、そうするとまた年季がね入ってきますよね、うん、そうするともう針がね全部あの外せんじゃない、はいはいね、そうするとあのくしゃっとした自然の味が出てくるから、はいはい、そうですね、まあ、ある意味あれ完成形なんでしょうね、ですよね、サリなんかももう自然にね、うん、できちゃってましたしね、あと古くなるだけですもんね、そうそう、葉をもう少しこんもりさせる、うん、そうですね、うん、
8年ででもできあれが作れるって考えたらいいですよね。いいですね。挿し木で毎年増えていくし。そうそうそう。でも遅いよ。遅い。もっと、もっと早くですか。早くできねえかなっていう感じ。なるほど。これ挿し木でこれもですよね。そうそう。まだやったばっかりですよね。うん、これだから これはもうやりたい人いっぱい出てきますよ。これはどういうことですか。挿し木で、いや要はぐねぐね畳み込んで、うん、ここだけできちゃうよって、これこそね、5センチ以下の、うん、で最終的には模様着に作れるから、それだけ小さい毛を模様に作ったら、そうですよね、驚くやん、驚きますよね、うん、だからお金もそんなにかかんない挿し木ですからね、だから場所も取らないですよね、うん、アパートグラスにも団地妻の下ができる、妻じゃなくて団地妻の下ができる、チャイム鳴ってるから遊ばすぐそっち行っちゃう、それ行きましょうか、団地妻でもできる団地妻でも明日からできる、なんか映画見てる、映画見てる、そうそうそう映画っていうかあっちですかね、アダルトの方とか、アダルトの方で団地妻シリーズで団地妻シリーズつけたらもう完全に盆栽からかけ離れちゃった、ありがとうございました。